ただいまより東京女子プロレス8月26日後楽園ホール大会の全カード発表の記者会見の方を開始させていただきたいと思います。こちら8月26日東京女子プロレス後楽園ホール大会なんですけれども、決定しているカードただいまから読み上げていきたいと思います。まずは東京プリンセスオブプリンセス選手権チャンピオン坂崎由香対挑戦者佐伯麗華、そしてスペシャルシングルマッチ山下美優対里村芽衣子、そしてドリームドラゴンボンバーズ対ネオ B 式軍、辰巳梨花黒根真帆越中四郎組対咲様マーサ幸男三郎蘭組、こちらドラゴンボンバーズなんですけども、かつて越中選手が在籍しましたドラゴンボンバーズと、ただいま辰巳梨花黒根真帆がのユニットドラゴンボンバーズ、カタカナとひらがなの違いありますが、こちらが、まあ、夢の合体をするということで、ドリームドラゴンボンバーズという、チーム名とさせていただきたいと思います。そしてアイドルランバージャックデスマッチ滝川あずさ対伊藤真希、こちら、今発表した4試合まで、昨日の時点で発表になっておりましたが、追加のカードをここから発表いたします。まずは昨日デビューが発表されました、練習生上福雪のデビュー戦タッグマッチ真瀬優奈上福雪組対水木野々子組、そして、初来日が決定しておりました、外国人選手ソロダーリン選手なんですけども、インターナショナルシングルマッチと題しまして中島翔子対ソロダーリン、そして、もう一つが、未来少女スリーウェイマッチ優対のどかお姉さん対小橋真理香、以上全7試合ということになります。またこちらの7試合に加えまして、現在、オーディション中でありますアップアップガールズプロレスの、オーディション合格メンバーのお披露目がこの日8月26日に行われる予定となっております。以上全7試合お楽しみにしていただけたらと思います。それでは、この後はですね、早速ですね、タイトルマッチ出場の坂崎優香佐伯麗華2人が来てもらっておりますので、そちらのタイトルマッチ調印式に移らせてもらいたいと思います。はい、じゃあ、よろしいですか。じゃあ坂崎優香佐伯麗華両選手ご着席ください。はい、うん、ただいまより、こちらタイトルマッチの調印式に移らせていただきたいと思います。こちらの方に、調印書の方を用意させていただいております。読み上げます。調印書2017年8月26日東京女子プロレス後楽園ホール大会にて行われるチャンピオン坂崎由香と挑戦者佐伯麗華の試合は東京プリンセスオブプリンセス選手権試合であることをここに了承する。こちらの調印書にただいまより両選手のサインを入れてもらいたいと思います。では坂崎さん上の方にお願いします。よいしょ、はい、じゃあ続いて、はい、挑戦者佐伯選手ただいま、両選手のサインがこちらに、入りましたので、この試合タイトルマッチとして認定されました。はい、それでは改めまして、両選手から、この試合の意気込みを、コメントしていただきたいと思います。まずは挑戦者の佐伯選手からお願いします。はい、皆さんこんにちは。筋肉担当元気やる気佐伯麗華です。いよいよベルトに挑戦する日が来ました。プリンセスカップトーナメントで私は優選手、そして翔子選手、ゆか選手、東京女子でもトップレベルの選手たちに勝ってかなり自信はついてます。だからこの勢いのままベルトを取ってこのプロレス界に筋肉アイドル佐伯麗華ありっていうところを示したいなと思っております。続いてチャンピオンの坂崎選手お願いします。はい、
ルトは誰にもあげない。でも佐伯麗華、この昨日戦って分かった麗たん、すごい試合が楽しくてもうベルトをかけなきゃいけないけど、まあでも麗たんと試合ができるんだったら、そして麗たんに勝ってまたこのベルトを負けると思ったら、より一層このベルトも成長するので、もう絶対にこのベルト私が守ります。あげない。はい、じゃあ昨日、2人は試合をしたばかりだと思いますので、改めて昨日の試合を振り返って、そして、対戦相手への、印象とお願いいたします。佐伯選手から、はいはい、そうですね、やっぱりチャンピオン野由佳選手は強かったです。結果私が勝ちましたけど、8月26日のタイトルマッチは昨日と同じようにはいかないとは正直思ってます。はい、でなんかこう由佳選手は私の中ではそのトリッキーで結構おちゃらけてるイメージだったんですけど、昨日こう真正面で戦ってみて、すごくなんかこう殺気を帯びた目をしてたんですね。だから本当にチャンピオンの目だなっていうのは実感しました。はい、じゃあ坂崎選手、昨日の試合を振り返って、それから佐伯選手の印象とします。はい、まあその初めてレイタンと当たったんですけど、タッグでは一緒に組んだりしたこともあったんですが、シングルは初遭遇で、なんかもう対峙して分かるものっていうのがあって、もう試合中はとりあえずもう気力体力だけで動いてましたね。もう本当に絶対負けたくないって思ってたんですけど、最後なんかもうわけわかんなくなって、いつの間にか終わってたっていう無様な姿があったので、まあとりあえず気力と体力だけじゃこの今の佐伯麗華には勝てないので、もっともっと、あと1ヶ月ないんだ、1ヶ月ないんですけど、その間に自分をもっと高めてチャンピオンとして立ちふさがろうと思います。それでは、何か、質問等ございましたらお願いいたします。では楊選手、昨日のトーナメント決勝から1ヶ月ない短期間での再戦という形ですけども、それは、このタイトルマッチにどういうふうに影響すると思いますか。じゃあ、まあ昨日戦って感じたものっていうのがあるので、まあ、それを私の中でどう克服してどう対策を打って返していくかっていうのを、まあでも時間は関係ないんで、はい、まあ熱量で私はまあ、まあ、なんなら明日でもやりたい気持ちですね。はい、そうですね、まあ1ヶ月なくて、で昨日由佳さんに勝てたので、その期間が空かないからこそ昨日の感覚を忘れないで、はい、勢いも殺さずに挑めるんじゃないかなと思ってます。はい、他に何かご質問ありますでしょうか。佐伯選手の決戦でも、はい、
昨日試合後のマイクでもちょっと言わせていただいたんですけども、本当にこの東京女子に定期参戦させていただくようになって、試合をするのが本当にどんどん楽しくなっていて、でそれは東京女子プロレスに所属している選手の、まあ、個性だったり、一緒に戦ってみて思うことだったり、そういうふうなこう環境、私にとっても東京女子プロレスっていうのは成長できる団体なので、すごく思い入れの強い、はい、東京女子プロレスのベルト、はい、すごくあの優香選手もベルト取られたくない思い伝わってくるんですけども、私もそれ以上に取りたい思いを持っています。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、高楽園8月26日高楽園ホール大会で行われますアイドルランバージャックデスマッチ、滝川あずさ対、伊藤真希の、試合の会見を行わせていただきたいと思います。この2人の試合は、6月新宿フェス大会、そして昨日の新宿フェス大会と、2回行われたのですが、2回とも、両者リングアウトという結果に終わりました。完全決着をつけるべく、高楽園ホール大会ではアイドルランバージャックデスマッチという試合形式で戦うことが決定いたしました。こちらはですね、リングの四方をアイドルが取り囲み、選手がリングから落ちたらリング内に押し戻すという形になりまして、特別レフリーを DDT プロレス社長の高木三四郎が務めることが決定いたしました。でこちらのですね、実際リングの四方を取り囲むアイドルなんですが、一般公募ということになりまして、こちらの、アイドルの募集要項が決定いたしましたので発表いたします。仕事内容としましては、滝川梓対伊藤真希の試合中、まあ、場外に転落した選手をリング内に押し上げるという、仕事ですので、未経験の方でも、応募できますが、必要に応じて事前に研修を受けていただく場合がございます。とりあえず条件としてはアイドルであることです。アイドルというのは、実践他戦問いません。で歓迎される経験としては、プロレスを好きであったりスポーツ経験があったりすると、好ましいです。求める人物像としては、コミュニケーションスキルに長けた方というのをこちらは希望いたします。勤務地は高楽園ホール、駅から数分でアクセスの良い場所になりまして、勤務時間は8月26日、9時から15時半ぐらいまで、採用人数は若干名となっております。そして給与なのですが、ノーギャラです。ノーギャラなのですが、一応大会中にですね、物販のテーブルを設けますので、こちらで物販を行っていただいて、行ってください。その際の物販手数料はいただきませんので、そちらの物販がギャラの代わりという形になります。以上の条件でご協力いただける方は、アイドル名、連絡先、それからアピールポイントを書いて、東京女子プロレスの方までメールをいただけたらと思います。こちらで検討の上、ご回答させていただきたいと思います。以上の内容になっておりますが、では早速こちらのアイドルランバージャックデスマッチ、両選手からコメントをいただきたいと思います。じゃあ滝川梓選手からお願いいたします。はい、自己紹介させてください。あずさのあは、アイドルアナウンサーのあ、あずさのずは、ずっと見ててねのず、あずさのさは、さんさと結婚したいのさ、ナンバーワンアイドルアナウンサーあずにゃんこと滝川あずさです。よろしくお願いします。意気込みですね。はい、まずそもそもアイドルランバージャック、こんなにナンバーワンアイドルアナウンサー滝川あずにゃんが東京女子プロレスにいるのに、まだアイドルが必要なんですか？ちょっとそこが謎、アズニャン謎。でもアズニャンはアイドルに囲まれたって、周りにいるアイドルは引き立て役のアイドルでしかないので、リング上で一番輝いて一番強くて勝つのは滝川アズニャンです。ありがとうございます。続いて伊藤真希さんお願いします。はい、昨日もですね、両者リングアウトで本当情けない終わり方をしてしまったなと思いますので、今回こういう絶対にリングアウトできないルールが
作られて面倒くさいなと思いますけれども、まあかなり有利になるんじゃないかなと思って嬉しいです。昨日の試合ですね、あれはプロレスじゃないですね。女の醜い争いにしかなってなかったんですね。伊藤もですね、あんな戦いするためにレスラーになったわけじゃないですし、あれをプロレスとするのならプロレスに失礼だと思います。なので後楽園で必ずこのずるいやつをぶっ倒したいと思います。で、うるせえよ、今伊藤のターンだろうが、黙ってるくせだろうが。で、このずるいやつはですね、だいたい自分の自信のなさからこういうなんかずるいことしようみたいな発想が生まれるわけですよ。そうですよ、だいたい世間のずるいことをしてるやつらはね、自信がないんですよ。まあ、こういうね、スーパーアイドル伊藤真希を 目の前にして焦るのはよくわかるんですけれども、ずるいのは伊藤の可愛さだけでいいと思います。なんでとりあえず後楽園決着つけて伊藤が勝って、でこのなんかずるい方向性をちゃんと正して、正統派なアイドル地下アナウンサーにさせてやろうと思いますので、伊藤と戦えることは ありがたく思った方がいいと思いますけどねって感じです。分かりました。はい、はい、じゃ続いて両選手なんですが、この、リングの四方をアイドルが囲み落ちたらリング内に押し戻すという、このランバージャックというルールについて、コメントお願いします。アズニャンも初めての経験なのでちょっと怖いなって思うんですけど、でもアズナはプロレスラーとしてもいっぱい練習をしてきているので、もうリングの外に落ちてしまうこともないと思いますし、リングの中でそこにいる伊藤真希とちゃっちゃとやっつけてしまうと思うので、アイドルさんにはちょっとお仕事が少ないかもしれないんですけれども、でもなんか素敵な戦いだなって改めて一夜明けて思ったので頑張りたいと思います。伊藤さんはこのアイドルランバージャックって一度経験あると思うんですが、はい、今度は戦う側にあるわけですが、はい、どうでしょう。ですね、伊藤がこれ出た時はすごい伊藤目立ちたいなと思ったんです。だからみんながしないことをずっとしてたんです。そしたら高木三四郎に気に入られて今ここにいるんですけど、でも伊藤はねそういうことするやつ嫌いだから、自分が自分が精神本当にやめてほしい。それができるのは伊藤だけだから、マジでその才能がないアイドルは本当にやめてほしいです。でもしもそういうことをした場合、リング上では構いませんけれども、楽屋で泣かすまでボコボコにしますので、それがいいって思う方だけ応募してください。なので結構肝が据わってるアイドルしかできないと思うけど、まあ思い出になると思うよ、ひと夏の。うん、頑張りな。ちょっと待って、あずには思ったんだけど、伊藤真希ちゃんって8月の20日をもってリンクをクビになるんだよね。うん、クビになる。ってことは8月26日の後楽園ホール大会の時点では伊藤真希はただの伊藤真希ってことでしょ。だからもうアイドルじゃないんだし、8月26日のアイドルランバージャック、そのアイドルですらないってことだよね。それはお前もだろうが。え、アズニャンアイドルだけど、どっからどう見たってアイドルじゃん。東京女子プロレスのナンバーワンアイドルアナウンサーだからさ。まあ言うたら伊藤もその路線だよ。だから伊藤もね、生まれた時からアイドルなんだよ。え、アイドルはそういう悪い言葉遣いとかしないと思うからアイドルじゃないと思うよ、最初から。いや、このアイドル伊藤がこういう口なのはアイドル関係はない、こういう風に育ってきたからアイドルとこれは関係ない。ただの特徴なだけだから。そっか、アズニャンはお育ちが出ちゃうから、こうやって可愛かったり、うん、お上品なお育ちがちょくちょく出ちゃうってことか、そういうことか。まあそれも育ちだと思うけど。よし、すいません。
すいません、まあ、伊藤はちょっとなんかおばさんだしそういうのは痛々しいなって思うけどね。え、おばさんどこ、うん、お前だよ。ちょっと、まあ、ちょっとすいません、あの味噌汁アナウンサーって言われてるだろうが、お前もう気づけそろそろ。会見中、会見中です。おばさんどこ、会見中ですね。すみません、ちょっとお互いよろしいですか。一旦よろしいですか。すみません。じゃあちょっとあともう一つだけですね、特別レフリーが高木さん主になったということについてのコメントだけお願いします。うん、高木さんはどうやら若くて可愛いアイドルが好きみたいなんですよ。その自分の趣味思考を今回の26日の戦いに入れてきたみたいなんですけれども、30歳でもこんなに可愛くて素敵なアイドルがいるってことをリングの上でちょっと知っていただきたいなとも思いますし、まあレフリーなのでね、そこは大社長としてしっかりとレフリングしていただきたいと思っております。はい、お父さんは。いや、あいつはですね、あいつですか、あいつって言ったらいけないんだよ。だから黙ってろって言ったんだろうが、お前本当に地味だってこい。なんでお前わかんねんのよ、本当頭おかしいじゃねえの。ちょうどよ、あいつはダメだよ。あいつだよ。会見中ですか。じゃあどうぞ。 あのね、何を考えてるのかわかんないんですよ。他の人が思い浮かばない発想するでしょ、すぐに。でそれをすぐに行動に移しちゃうから、あいつが一番ね危ないんだよな。だからあれ一番警戒しとかないと勝てないと思うんだよ。だからちょっとね、伊藤はこいつよりも高木三四郎を注意して戦おうと思ってる。分かってないな。はい、よろしいですか。はい、じゃあ、こちらの方でね、じゃあ質問の方を受け付けたいと思います。何かご質問ある方お願いいたします。昨日のリング上で、高木社長の方からお二人に対してですね、ブスっていう発言がありましたけども、それに関してはどのようにお考えでしょうか。伊藤真希ちゃんのことをブスって言ってひどいなと思ったんですけど、あずにゃんは偉い人には気に入られたいので、高木社長にも気に入られるように頑張りたいと思います。ぶりっこしててもすごく可愛いの略だと思うから、伊藤はその意味でのブスでは全然いいと思ってる。てかその意味で言ったんだと思うから。ぶりっこしててもすごい可愛いの、ブとすでブス、うん、あ、なるほど、うん、はい、分かります。はい、他ご質問ありますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、じゃあ写真撮影に移らせていただきたいと思います。